まずは翔吾選手に勝って次につなげたいと思います。対戦相手には興味があって、自分はベルトしか興味ないんで、1ラウンドからガンガンいくので皆さん楽しみにしていてください。バチバチな試合を見せるんで、みんな会場のみんなも一緒に盛り上がっていきましょう。応援よろしくお願いします。